下野くん黙っててくれる？画面見たいから。仕事して。開けてるね。すごい。大陸がすごいね。えうわ、ちょっと左の方にはね、このシンボリックな古代樹というんですか、これは。あ、でっかい木ありますね。すごい。うわ、もう綺麗。風の揺らぎとかが素晴らしいですね、これ。ね、すごい。ええよ、もうちょっとこの明るい方来てもらってもええよ。いいんですか。ああ、来て、来て。水すごい。走ると。綺麗でしたろ。水しぶきすごい綺麗。そうでしょ。冷たそうな感じするでしょ。あ、なんかすごい。モンスターもすごい。めっちゃすぐ行くね。いや、すごい。本当に映像綺麗ね。これみっちゃんを監視する必要があるの、これは。そうやね。みっちゃん田舎の子みたいね。うわ、なんかめちゃめちゃ綺麗な鳥とかいますね、これ。そうやね、柳川君近づいたら飛んでいくから。あ、ほんまや。隊長。はい。夕暮れが綺麗です。あ、狩りをしなさい、狩りを。青春です。いや、ほんまやね。時が経つのが早い。大丈夫ですか、これ。帰らなくて大丈夫ですか。一回戻ろうか。戻りますか。帰宅しますか。釣りもできるから。ああ、この岩のとこから見て。あ、すごい。魚が下におるんがわかるかな。いける。ほんとだ。釣りしましょうか。いいですか。うわ、すごい。ちゃんと伸びる、はい、ここで四角ボタンを押すとですね、これでいろんな場所、いろんなポイントに、はいはいはい、浮きを沈めて釣る。釣れるかな。見てくれ、この魚。食いついて食いついて、魚。めちゃめちゃリアルやろ。よっしゃ、来た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 。赤いの来た。よいしょ。すごい。うわ、でっか。なになになに、何捕まえたんですか。なんかでっかい魚。いいな。ちょっと、いや、テンション上がる、これ。これちょっと僕もテンション上がりたいよ。これずっとしてまう。みっちゃん。そこ魚おらへんねんか。何してんの。ここいないっすか。ずっと誘ってたんですけど。いや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 、まあ、まあ、待ってたら来るよ。待ってたら来るけど時間かかるで。イカあげて。魚がいてそうなところに、じゃあね、歌ひろくんが投げてるあたりに。はい。ちょっともうやめて、お祭りするから。お祭りって。お祭りね。そう、あの糸と糸が絡むやつ。絡んだよ、これ。じゃあ、じゃあもう歌ひろくんとか、そのもうちょっと外に、ちょっと違うところで投げて。わかりました。そんなところで投げてあかんで、お祭りするから。お祭りシステム。まだ入ってる、まだ入った。いや、これはもうちょっと未知なる魚を探すためには入らなきゃダメ。めっちゃ行くやん。それもプロの釣り方や。あれ、そう、冬場のサーモン釣りですよ、これ。いや、だからもう、田中さん、そこ俺の前やから。みっちゃんは人の獲物を取ろうとする本能が強い。釣りの罠めっちゃ悪いやん。みっちゃんすごいな。ちゃんと魚のとこ投げなあかんで。え、そうなんですか。当たり前、それ見えてるやん、魚影が。来た、取れた。あ、そういうことか。みっちゃん、捕獲用ネットで何で取る。今回のモンスターハンターワールドで新たに標準装備となるスリンガー、なんかいろいろできてすごい便利なんですって。紹介ざっくりすぎ。あ、いやいやいや、隣で歌広場さんが釣ってるから。あ、いっぱい釣れました。これネットで一気に3匹取れました。めっちゃすごい。ほら、こっちにも注目してあげて。ほら、ちゃんと捨てる。魚めちゃくちゃリアルってか、切れ味ってこんな感じだったのか。今まで見たことなかったぞ。ちょ、今井さん、この緑色に光っているのって何なんですか。これはシルベムシ。モンスターの痕跡や周囲のものに反応してハンターを導いてくれるんだって。これね、地面にね、痕跡っていうのがあるから、はい、そういうのをね、はい、こう、あ、古い足跡って出ました。そうやね、こういうのをね、丸ボタンを押すことによってこの辺を調べることができるわけやね。ほう。で、あのシルベムシっていうね、この綺麗なね、グリーンに光ってる虫がおるやろ。はい。これについていくわけや。え、あ、行った。はい。で、そのシルベムシの後をついていくわけやね。おお。どこに行ってるんですか、シルベムシ。こっちや。シルベてくれるでしょ。あ、シルベてる。シルベるって言うんですね。これシルベる。なんだよ、シルベるって。そうやね、シルベてるは牛。あ、シルベられてる。シルベられてんのか今。こういうのがあったら初心者のハンターさんもいいですよね。ね、それぞれね、シルベ虫が出るんでね、その後こう追っていくことによってこう痕跡を、はいはい、
なるほど。あ、蜂蜜だ。そやね、あの蜂蜜パンで。あ、これすごい。すごい、ついていったらちゃんと足当たる。そうでしたろ、そうやって勉強していくんやね。ハンティングワールドツアー、続いてはシルベムシを追いかけてモンスターを観察します。ついに大型モンスターが登場ですね。ちょ、あ、待って、やばいやばい、遅れを取ってる。はいはい、森の中通っていきますよ。おお、うん、はいはい。うわー、綺麗。うわー、綺麗ね、本当にグラフィック。歩いているね。あれは、叩かないで。わかったよ。初めて見る。うん、まあ、あの草むらの影に隠れるとより発見されにくいっていうのもあるで。お、あいつはこっちに気づいてないね。あ、でもえ、こっち向かってますけど。こっちに向かってますけど。怖いね。目が合ってます。目が合ってる。怖いね、これね。見てるね。絶対見てる、こっち。あ、どうなんやろね、あれね。これ、絶対。動いた、動いた、あれ。あー、息止めちゃう。わかる。俺ら止めても意味ないから。そっか、これこれこれ、ちょっと待って。あ、気配感じ取ってる。めちゃくちゃ怖いね。めっちゃなんかよだれ、よだれ溜まってますよ。あ、お腹すいとるね。あ、なんか匂い嗅いでますって。おお、ちょっと見るか、見に行くか。あ、いた。なになになに、なんか食べてますよ。あ、なんか食べとるね。隊長、どうすんだろう。捕食。え、丸飲みしたね。でかすげー。うわ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 、めっちゃ怒らん。うわ、追いかけてきた。お腹めっちゃ膨らんでる。お腹パンパン状態はハンターを無視しますね。無視してるね。